皆さん、こんにちは、みーちゃんです。こんにちは、かっちゃんです。かっちゃん、はい、突然なんですが、はい、皆さんに残念なお知らせがあるんですよね。はい。はい、実はこの番組、ドクトルかっちゃん健康にキスなんですが、今週で最終回となってしまいました。えー、2008年の1月からスタートしたこの番組、3年2ヶ月間というあっという間の期間、 だったんですけど、かっちゃんにとってはあっという間だったんでしょうか、どんな。そうですね、まあ、一年一年ね、長く感じたんですけどね、でも三年間あっという間でしたね。やはりあっという間でした。み、ーちゃんもでしょちょうど五ヶ月。そう、私は本当にもう気が付くと、あっという間に。本当に、まあ、たくさんのね、キスナーの皆さんに支えられてね、今日まで来たんですけどね。そうですよね。今日最後の放送、はちょっと頑張ってお話しさせていただきます。はい、お願いします。はい。で、みーちゃんね、息吐くでしょ吐きます。 ね、息吐いたら、何が出てくる。ええ、酸素吸いますよね。はい、合ってますよね。はい、えっと、二酸化炭素に。変わって吐きますか。うん、二酸化炭素が出てくるんですね。お兄ちゃんなんか若いから二酸化炭素なんだけど、僕らになるとね、出てくるのね、お酸化炭素。それですか。そう、そう、じゃ、その二酸化炭素はどこで作られたかわかる。空気中に。 違う違う違う体の中ですよねはい吸ってから一般的にはね炭水化物が燃焼して二酸化炭素になって出てくるっていうふうに言われてるんだよねこれはだから A さん聞いたみんな同じこと言うんだけどでもねあの呼吸からね出てくるね二酸化炭素ってね半分は実はね腸で作られてるの腸からなんですかか腸あちょっと私言ってみました 腸なんですよ。<laughs> それでね、<laughs> はい、あの例えばね、糖質、うん、ね、う一グラム腸の中で発酵すると、はい、だいたいね、二百 CC から二百五十 CC のガスを作るんです。うん。うん ね、ガスって言たまの大阪ガスのガスじゃないであれあれお前、だからまあ腸の中でね、いろんなガスが作られるんですよ。でね、面白いのがね、だから糖質1グラム発酵して出来上がるガス、まあだいたいその中のね200 150から 200cc っていうのがね、二酸化炭素なんです。うん、そうなんだ。それを吸収してね、あと体内で代謝したもののでまあ出来上がった二酸化炭素と一緒に呼吸から 吐き出してのだから息の中の二酸化炭素の半分は実は腸で作られてるの。あ、腸ってやっぱり大切なんですね。だからねちゃんと発酵すれば二酸化炭素とねあと水素も作るんですよ。だから大体二酸化炭素が150から 200cc 水素がね 50cc ぐらい作られてるの。でね体内ガスってね大体ね1,000種類ぐらいのガスが体内。 にあるんで,すよ、うん、でそのほとんどが、まあ、腸で作られてるの、ね。だから、あのー、腸の中が不愛、はいね、菌で、まあ、腐哀していくと、うんねまあ、インドールとかスカトールとか硫化水素といったね、まあ、毒性ならガス作っちゃうわけですよ。はいね、で、えー、腸内環境をよくて発酵すると、うんねまあ、二酸化炭素と水素を作るの。うん、で今水素水って話題になってるんで,ですよね。水、は、水、いね、水素水、ね、だから水素ってのが、うん 体内の活性酸素を、ね、まあ、除去する働きがあるっていうことで、今ブームになってんですね。あ、そういうところから来てるんです。で、でね、面白いね、これ、あの医療情報が出てるんですけどね。もうこれ、今月発表されたんですよね。で、え、例えばね、カレー食べるでしょう。ね、カレー食べて。で、カレーの中、今ターメリックっていう成分が入ってるんですけども。で、そのターメリックが入っているカレーと。入ってないカレーと、二軍に分けて食べさせるわけですよ。はい。ターメリック。そうするとね。 ターメリックが入ってないと水素をあんまり発生させないの水素ってねなんか悪そうなイメージあるけど、はい、実際でも体の中では毒素をねあの活性酸素をまあ除去する、はい、素晴らしい能力があるんですよ。だから要するにターメリックが腸内発酵を助けるいは,はいうすらしい働きがあるんですね。あそうなんですね、うん、で活性酸素ってね要するに老化の一番の原因とかね、うん、あと、うんまあ、遺伝子をねあの壊したりとか,、うん、か例えば。 えー、まあ遺伝子ってねアデニングアニンシトシンチミンっていうね、うん、4, スリ4種類の、まあ、塩基の配列でこう出来上がってるんですよ、うん、DNA っていうのは。はい、でその中のグアニンっていうのが損傷活性酸素で損傷を受けると、えー、テンヒドリキシ、うん、デオキシグアナウシンっていうね、うん、物質ができるんですよ。はあ。で要するに活性酸素によって今、はいねまあ、遺伝子が、まあ、壊されたっていうね、まあ、一つの血液があ血液 尿からも出てくるんですけど、まあ、検査が,、うん、ができるわけですね。うん、でそれをだから水素素が除去する,畑がある活性酸素、うんね、だから食べ物ってねだから昔ね私1999年に書いた本の中にね「はい、活性酸素っていうのは腸内細菌との因果関係が非常に深いんだよ」ってことを書いてるんですよ。うん、で不敗菌が増えると活性酸素絶対増えると私は思うんだけどこれはまだね<え>証明されてないの。 善玉菌優勢の腸内環境になってちゃんと腸が発酵すれば水素を作ってそれが活性酸素を除去するってことがこれれ確認さたそうなんですかそれで面白いのは腸の中ちゃんと発酵するとね例えば水素水飲みますよね水素水飲むとね呼吸から水素って出るわけですね。で通常腸で作られた水素ガスの約14%がね呼吸から排泄されてるんですよ。 でだからその濃度を測ればねどれぐらい水素が作られたかって分かるわけね。うんうん、であの水素水飲むとね一過性で水素濃度上がるんだけどすぐ下がっちゃうんですよ。うんうん、だけど腸の中で発酵して作られた水素っていうのはお水を飲む50倍ぐらいの、ねうん、含有量がある。 しかもね9時間ぐらい持続性があるってことも確認されてる、えー、すごいですね、はい、で今国立の、ねはい、ま研究施設でね、はい、面白い研究やってるのがね、えー、体内のガスを、ね、研究していくそうするとね体内ガスを研究することによってね、うん、血液検査とかしなくても病気を見つけることができる。うんうん これだから十年計画でね今あの研究されてるんです。されてるんですか。はい。だからすごく私そういう意味では楽しみなんですけどね。だからもう基本的にはやっぱり食事食事ね、ご飯発酵食品ね、お野菜海藻類しっかり食べて正常な腸内発酵にしておけば血液も汚れないしね免疫も高まるしねまあ健康にはなれるということなんですね。 ね、で,で、うん、やっぱりねその腸の中で腐敗するものそれから酸化するもの、はいね、これやっぱ血液汚しちゃうし、うん、あと腐敗菌も増やしちゃうし、うん、まあそういう部分をね、まあ、気をつけて頂い,いてご縁があった、ね、理想な方々、うんね、皆さんが、まあ、ん健康にこれからもね、うん、楽しく。 笑顔で暮らせるようにご参考にしていただけたと思うんですよね。みーちゃんもね私とお付き合いうになってねお肌も綺麗になったしね徐々によくなってきてますね。ということねかっちゃん様々で頑張ります私の方も。ということでかっちゃん残念ながらもうそろそろお別れの時間となってまいりましたがこの番組のサウンドクルーはみーちゃんこと私嵐水江と。かっちゃんことい一でしたこのでした。 株式会社ビオネ、三井温熱株式会社の提供でお送りしました。それでは皆さん、またきっとね、どこかでお会いしたいと思います。ありがとうございました。したさようなら。